こんにちは、トレーナーの奥村です。お久しぶりです。今日は選手紹介をしたいと思います。この度、福岡のジムから移籍してくださった、中西勘太郎くんです。中西選手、これからカドエピジムでチャンピオンを目指します。よろしくお願いします。お願いします。今19歳だよね。はい、19歳で、成績は4戦3勝1分けで、新人王、なんと新人王に輝いてます、バンタム級で。で、2021年、来年からですね、しっかりカドエビボクシングジムの選手としてやっていきます。頑張ります。3年以内に、もう世界行きますんで、よろしくお願いします。福岡から来てるんでですね、まだ知り合いとかもいないし、何もわからない状況です。まあ、試合とかも来年あるんですが、もし、よければ皆さん応援してやってください。あと、チケットとかもですね、買っていただけるとありがたいです。これから練習とか動画を上げていくんで、よかったら応援してください。お願いします。少し行こう。最後はここでいいですけど、はい、